カサール級駆逐艦は、フランス海軍のミサイル駆逐艦の艦級ジョルジュ・レーグ級の防空看板であり、計画名は70型対空フリゲート。なお北大西洋条約機構によるペナントナンバーでは、一貫して駆逐艦を意味する D の監視記号を付されている。フランス海軍が1940年代末から1950年代に、 かけて建造した第二次世界大戦後第一世代の駆逐艦は艦隊護衛艦と称される対空、対水上並装主体の艦であった。その後、第二次大戦後の潜水艦脅威の深刻化を受けて、まず1956年度計画で艦隊護衛艦をもとに大戦線を重視して装備を変更したラガリソニエールが建造された。その後、 T-56 型の実績も踏まえて、対戦戦重士の大型護衛艦の建造が計画され、まず1965年度計画でアコニトが建造された後、1967年度計画より、これを発展させたトゥールビル級が建造された。これに続く1972年のブルー計画で艦隊護衛艦の更新用として、 共通の船体設計に基づく対戦型コルベット18隻と対空型コルベット6隻の整備が計画された。しかし財政上の制約から対戦型が1971年度から1983年度にかけて計7隻、防空型が1978年度、1979年度に1隻、ずつの計2隻が建造されるのみに止まった。このうち、 防空型として建造されたのが本級であり、開発は1977年から1982年にかけて行われた。なお、対戦型に当たるのがジョルジュレーク級であった。また1983年にはさらに2隻の建造予算が通過したものの、これは1984年2月27日にキャンセルされた。上記の経緯より、 本級の船体設計は、70型対戦コールベッドをベースとして、艦尾の可変深度ソナーの撤去、航空偽装の縮小と、バーターにターターシステムを搭載したものとなっている。船形は C-70 系を踏襲して、艦尾に切り欠きを持つ車両、甲板型とされた。船体は16個の水密区画に区分されている。高換性向上のため、 NBC 防護にも配慮した下デル構造が導入されているのは C-70 型と同様である。現、ユラ装置としてフィンスタビライザーが装備された。環境構造物も C-70 型と同じく3層構造であるが、ターターシステムのためのメインセンサーである3次元レーダーをできるだけ高い位置とするために後部上部構造物の前端部にミズンが設けられた。 これによる復元性の低下を避けるため、上部構造物はアルミニウム合金製とされている。なお、2002年には原則に補強プレートを設置するなどの船体強度向上策が施されており、これによって上部構造に合計で120トンの鋼鉄が追加される形になったことから、復元性低下を避けるため、210トンの固定バラストが搭載されている。主機関は、 C-70 型がコドック方式を採用していたのに対して本級ではコダド方式とされている。これによりガスタービン主機のために設けられていた複雑な旧排気系を排して上か前を小型化するとともに比較的大重量のディーゼル主機関を官邸に搭載することでバラストとしての効果も発揮されている。ディーゼル主機関としては セムットピルスティックの V 型18気筒、高速ディーゼルエンジンである 18PA6V280BTC が4機搭載された。これらは2機ずつ1セットとして、それぞれ減速機を介して、両弦の推進機を駆動する。また電源としては、アゴ 195V12CSHR ディーゼルエンジンと、これによって駆動される呪文シュナイダー車性。 出力 850kW の発電機が4セット搭載されている。本級はターターシステムと連接されたセネットマイナス6、戦術情報処理装置を中核として、システム間として構築されている。戦術データリンクとしては、当初よりリンク11.14に対応しており、また1996年より、 次世代の戦術情報処理装置であるセネット -8 の技術をバックフィットすることでリンク16にも対応した。防空管としての主要なセンサーとなる3次元レーダーは蒸気の通り設計上特別の配慮を受けてミズンの長部に配置されることになった。その機種としては国産の DRBJ-11B が計画されていたが開発遅延のためにネームシップは 暫定的に DRBV-15 を搭載して収益していた。2番艦は当初より DRBJ-11B を搭載しており、ネームシップも1992年にこれに換装した。DRBJ-11B は S バンドを使用しており、アンテナ部はアクティブフェイズドアレー式ともされている。また2012年には、 二番艦の DRBJ-11B がスマート S マーク2に換装されている。またこれらを保管するため d ブ1 a 版ピール赤外線捜作追尾システムも搭載されている。ソナーとしてはズバ -25 を船底に装備する。また完備には DSBV-61 栄光ソナーの後日装備余地が確保されている。 蒸気の経緯より、本級は主要な武器システムとして、ターターシステムを搭載する。コスト低減のため、マーク13ミサイル単装発射機とマーク74ミサイル射撃式装置は、前任者に当たるケルサン級ミサイル駆逐艦の退役艦から転用されている。手法としては、監視艦板艦に、エメリー68キャダム1 0 0トル単装速射砲が搭載されており、 これは DRBC-33 レーダーによる射撃式を受けるが、レーダーを補完するためにピラーニア3光学追尾装置が付加されているほか、複方位板としてやはり光学式のナジール3のマーブも搭載されている。他のフランス海軍艦と同様、近接防空用としては方向兵器による CIWS の代わりにミストラル近接防空ミサイルを使用しており、 そのサドラル6連装発射機は、後部上部構造物量源の01甲板パンレベルに搭載されている。電子戦 CM 用に搭載されたアーブル -17 は、タレス社製 DR-4000S のフランス海軍仕様で、8ポートの方、モトムアレイを備えており、L バンドから C バンドまで対応できるデジタル式の電波探知装置である。 方向探知精度は2から3度を誇るとされている。一方、イナス3 3は、セルジュ・ダッソー・エレクトロニクスが開発したサラマンダーの、フランス海軍仕様で C バンドから K バンドに対応した電波妨害装置であるが、レーダー警報受信機としての機能も内包しており、自己完結した電子戦装置として動作できる。チャフフレア発射装置としては、 短距離投射用のダガイエと長距離投射用のサガイエをマスト直下の環境レベルに装備する。なお、アーブル -17 電波探知装置とアーブ -33 電波妨害装置、サガイエ及びダガイエを統合したシステムはニュージーと呼称される。またこれと独立した通信情報装置として、超短波用のアーブグ -1A、サイゴンと短波用のテレゴン -10 も、 搭載されている。航空偽装は、原型の C-70 型より縮小されているが、後部上部構造物後端には、中型ヘリコプター1機を収容できるハンガーが設けられており、完備看板は、ヘリコプター看板とされている。なお、ヘリコプター看板には、グリッド着艦高速装置と、サマヘイ -210 機体移送装置が設置されている。 2006年のレバノン侵攻における作戦には、避難段階で、ジャンバールが、その後の監視段階で、カサールが参加している。2019年3月15日に巡道警官、ジョルジュレーク旧駆逐艦プリモゲと共に、本級一番艦カサールは母校トゥーロンにて、武装解除がなされ、2020年に解体された。また2021年3月4日に二番艦の、 ジャンバールはゲノの作戦に参加した後現役から引退した。ありがとうございます。